はい、こんにちは、忠介です。今回はスペシャルゲスト橋本浩一さんに登場いただきました。こんにちは。ちゃんと 本編の方入れてもらいますから効果音を。すいません、本当にとんでもない、ずっと出てほしいって言ってたんだけど、橋本さん忙しいから。今日はあったかい時期にね、本当にね、暑い時期だなやっぱりこう楽しい涼団子ということでね、好き涼団子好き。俺橋本さんってセットのイメージあるんだよね、まあ、サンデーアングラーだからかな。まあそうだね、セットのイメージあるっちゃセットのイメージが多いかな、やっぱりな。だけど実は嫌いじゃないですよ。そうですよね、やっぱりこの時期になるとつい団子ですよね。そうですね、やっぱり楽しいですね、はい、しかし当たらないですね。しょうがないですよ今日はね今日はね、あのコマドリさんのもう大切なね、はい、お祝いの今日はあれなんで、すいません、いやいや、参加大会なんで参加とんでもないです。ありがとうございます。まあこういう時はまあね、楽しみながら、でもね、やっぱこんだけ人数入るとね、やっぱどこでも厳しいですよ、はい、やっぱり ね、まあ、ね、今管理釣りはやっぱり本当に天気がちょっと悪いとすぐ当たんなかったりとか、ね、そうなんだよね、今日はだけど天気はいいんだけどさ、朝寒かったね、寒かった、意外と寒かった、昨日も寒かったしね、やっぱりこういい天気が続かないと団子って難しいんですよ ね、今不安定だよね。橋本さん、これ使ってるのが9尺、これは9です。9尺のメーターじゃないよね、メーターよりね15センチか20センチぐらいあるかな、115ってやつ。まあその辺だよねちなみに竿はこれはあの山彦さん、そうですね、ハイブリッドなんだけど山彦さんですね。ミチートは、ミチートはね 0.85、 メーカー言っていいっすよ。ありますねすいません、これね、もうあのこれからちょっとバージョンが変わって今度はあのちょっと発売中止になっちゃうんだけど、まだこれはバリバスの、あれですね、あのなんだっけ忘れちゃったV ですね、はい。ほんでハリスが、ハリスが、上下とも 0.55 ですね。0.5、はい。針は、針はねグランバリですね、はい、あの釣れる針で有名なグランバリ、はい、あれの上下とも5号ですね。お、長さは、長さはね40-30ですね。なかなかだけどその釣り方的にはどっちかっていうと何受けててちゃみたいなイメージ。そう、これはねやっぱりこれも釣れることで有名なね、はい、忠助のね、はい、今 L ですね、これ、はい、あの、はい、TAPEX、ね、どうぞGG の L ね、はい、なんか問題、はい、問題ない問題ない、ただ一瞬出てこないのかな。いやいやいや、最近ね年食ってどうもね、いやいや、まだまだ、まだ頭がねで、竿は、餌はまあベーシックなんですけどね、はい、いいですよベーシックなんですけどねって何ですか、まああのスゴフとマハと、いやいやいや、まあグルダンゴと、はい、グルダンゴが2に、はい、ベーシックが1、はい、まあオールマイティが1ってこんな感じの餌ですね、はい、それを今ビッドという餌でちょっと起こしてるって感じ、はい、水はどれくらい入ってるんですか。水はね、俺なんでそれって下手なのこれ散々動画やってたじゃないですか。あのね、2、グルダンゴが2にベーシックが1、はい、それにオールマイティ1入れて水がね 1.2 ぐらい入れるんですよ、はい、でちょっと置いとくと柔らかめでもないんですけどね、はい、それをちょっとこう軽く回して、はい、まあ、ネイルというよりね、はい、あの数回こうかき回して、はい、ちょっと指に引っかかるような感じ。意外と硬いんですね。硬いんです、今日は暴走っぽい。いや今日は硬いですよ。普通はねもっともっと柔らかいんですけど、今日は、ね、なかなかタメーサーの餌さん、ネバー暴走タメーカーの餌さんはなかなか珍しいんで。マルキューさん、どんな餌なの今だったら。かなり柔らかいの。柔らかいっていうかちょっと粘り気のある軽め、いや軽めですよ、これかなり、これかなり軽いですよね、これね、大体こんな餌、全然軽いですもんね。軽いでしょ、それでこういう彼が今のみたいな、そうそうそう、ね、受けてて、やっぱりねこの TAPEX-GG のやっぱり、はい、特徴として、やっぱり浮きの今餌打ちメモリがね、下の4番目の赤の、はい、真ん中が完全に出ちゃうような感じだから3メモリを完全に殺してるんですけど、はい、まあ、そんな感じの餌打ちなんだけど、3メモリじゃないですよ、4メモリ沈んでる。違うよ、え、あの
赤が全部できってるから、はい、1,2,3,4 じゃないですか。4だな。すいません4でした、はい。まあ、でもこの T-Apex GG を作るにあたって、うん、まあ正直橋本さんに強く言われて作ったんだよねこれ、まあお願いしますということは随分言いましたね、はい、セットの。そうですね、これはセットで浅井棚のセット用ってことで、うん、そうですね。それを何で使いますか。そういうこと使います。使いますか。使います。そういうこと。あのやっぱりね、うん、非常にこの受けがね重視するんで、はい、やっぱセットなんかの時もね、はい、結構その受けって結構重視してるんですよ、はい。ほんでこうセットなんかの場合はハリスがこう倒れ込んで、うん、こうまっすぐなって負荷かかるかなっていうところでこう、はい、スッて出るあたり、うん、あれが結構一人高いんで、はい、ね、それを出しやすいのが、うん、まあこのグラスムックっていう、まあ、GG のねグラスマックっていう感じなんだけど、はい、でこのやっぱりね両団子やるんでもねやっぱり点々なんかもそうだけどやっぱり受け重視じゃないですか。そうですね、受け取り、まあ、受けイコール触りですからね、うん、触りだからそれがその突っかかる的な触りですよね。そう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 、で今日はこんだけ混んでるからねなかなかこう、うん、思うように魚コントロールできないんだけど、はい、今なんか少し引っかかってますよねこれ。だいぶね受けなここで入っちゃった感じですね。これで入っちゃうと、うん、まあ出るあたりももちろんドカッとなくなっちゃうんだけど、うん、まあ、これはあんまり狙ってないですね僕はね、うん、今日なんかはそう入っちゃうと空振っちゃう、当たっても空振っちゃう。そうなんですよ、完全にそんな感じですね。なんでそんな難しいんですかね両団子。やっぱりなんでしょうね、魚もやっぱり賢くなってるし、うん、ただねなんだろうね、本当難しいの ね、 ね、やっぱりある程度こう膨らんでこう、まあ、ばらけるってそんなにね両団子だからバラバラばらけないんでしょうけど、やっぱり多少ばらけてないとやっぱりこうなんていうのかな、興味持たないっていうか、ね、うん、塊で入っちゃうと全然ね仕方されちゃいますもんね。だけどね僕的にはその食べる時のタイミングっていうのは、うん、やっぱほとんどなんていうのかな、ノーばらけに近い状態がやっぱり一番いいのかなと思うんだけどね、うん、食う時っていうのは。なるほどね、だ要は食い頃ですよね。そうですよね、これ、まあ、いい触りしてますね。多少ね、こっからが落とさないって感じだ。こう重り負荷量的には L でしょ。 L 意外とちっちゃいですよね。そうですかね。でも5センチしかない、今の浮きの感じからして別に、はい、なんて言うんでしょう、そのまま通過しちゃうでもなく、うん、思いっきり例えばあのもた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 してるわけでもなく、そうですね、でこの針してなおかそういう感じなんでやっぱり、うん、まあ、こういっちゃなんだけども、査定されおこねえじゃんけど、今やっぱり ここの場所に対してはやっぱ薄いのかもしれない。あ、自分のポイントに対しては、まあ、うん、前の3橋とか結構釣れてますもんね。まあ、釣れてるよね。結構いびつにつけるんですね餌。いや性格だから俺、性格だから。性格で何、性格でいびつだ。性格でいびつだね。そんなね、そんなことこだわらないから。あ、そうなんだ。あ、こだわりがないの。こだわりないよ。たまたまいびつだったんじゃないの。いや、さっきから見てたんですけど、ね、そのいびつがいい時ある。いいね。で、はい、手拭かないんですね、それだけ手拭かないで、拭いちゃったら変わっちゃうじゃないですか。いや、その後すぐタオルで拭けばいいじゃん。タオルで、タオルでは拭くよ、タオルで拭いてるもん。結構でも爪だって餌だって右手も左手も、これは両手ですよ、だって。いや、これは小池流。これ両方用までこうやって刺すから、両手餌だらけ。そうなんですね、うん、ちょっとアップで撮っとくかな、これって汚いよ、これ。そうかな、ほら汚い、汚いと思わないんだ、はい、汚い。あのね、違うんだよ、これね、手にくっつけちゃうと、はい、あの手水とかしちゃうとね、はい、ダメなの、毛羽立ちがなくなっちゃうから。まあね、マルキューさんのやつらそういうの関係ないんだ。なことないですよ、そんなことはない。何でも釣れちゃう。なんでもなことはないですよ、魚のやっぱりご機嫌に沿ってですよ。ああ、ちゃっちゃで上だったな、うん、いけ、うん、いい感じだよ、受けてて。おっとっと、弱い、おっとっと。まあ、でもこれくらいネバーがあるから餌は持ってますよね、針についてて受ける時間も長い。このやっぱこうエア入ってるじゃないですか、結構ボソッケで、うん、それでこうだけ落下速度が遅いんですかね。そうですね、基本的にこういうタッチ。いや、もっと柔らかいです。ですよね、うん、今日の試合はこういうタッチ。そうですね、もう柔らかいっていうか、ああいう状態ってなんだろうな、
結構エアが抜けてる状態じゃないですか、あの柔らかい状態って、はい、だってそうじゃない、もうエア入ってない、そう、いや、エアなくちゃったらだって持つわけないもん、はい、だそうなっていられると当然落下速度も速くなってしまうんですよね、うんうん、で今日はなんかそんな感じじゃないじゃないですか、ちょっと上っ調子だし、上っ調子だし難しいですよね、うん、釣りとしては。それをどう攻略するかっていうのが一番見たいんだと思いますよね、皆さん。攻略ね、だってさ、なんもうおっとおっとちょっとって、えおっとですか、ふざけんなよケツだよこの野郎今日何なんだよ、かわいそれやっぱりさ、両単語の魅力っていうのはやっぱ速さだよね、うん、そう思いません？そうですね、うん、速さと、なんだろう、こうダイナミックさじゃないけど、そうだね、餌合わせなんかも直線的じゃないですか、あの空振ったらまあ針進めてったりだとか、うん、ね、そうですね、当たらなければ餌ちょっとばらけさせてっていうのは、うん、おー、ナイス、今のいいよね、付け根から受けててちゃだ、あれなんですよ、あれあれ、なるほど、ダイナミックさじゃないけど、ね、あの餌合わせなんかも直線的じゃないですか、あの空振ったらまあ針進めてったりだとか、うん、ね、そうですね、当たらなければ餌ちょっとばらけさせてっていうのは、うん、おー、ナイス、今のいいよね、付け根から受けててちゃだ、あれなんですよ、あれあれ、なるほど、あそこが手出ない人でも結構いるよね、だからあれは当たりじゃないって見逃す人いるんだけど、そうそう、だって餌落ちよりだって3メモリ4メモリ手前だったもんね、今ね、ただその受けの時間が長いから、そうなんですよ、ヒット率になる、そう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 、まだ釣れちゃったじゃないですか、あ、間違えた、釣れたじゃないですか、釣ったの釣ったのか釣れちゃったって言わないでよね釣ったんだっつの、今のいい当たりですよ、あとね、釣りってやっぱりリズムあるよね、まあリズムが一番でしょ、うん、だってやっぱり釣れない人と釣れる人って何が違うって、やっぱりリズム違うでしょ、リズム、だってあの正直言って、うん、ちょっと遠目で見てても、うん、うまそうだなとかってこう所作でももう分かるじゃないですか、あ、なるほどね、でそれプラスこうリズムがあると、あ、もうこの人絶対釣るわとか、結構チャッ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 てやってるよね、そうよね、あの釣りをね、うん、やっぱ速いだけじゃないんですよね、うん、そのリズムっていうのはやっぱりこう音楽で言えばほら、そうそうそう、いろんなビートがあったりとかするじゃないですか、 それと一緒でこう遅いなりにも追い当たりした、そんな緩まないでしょ、合わせが強いからですよ向きになって合わせてから今いや実は気合入ってるよね、今みたいないい当たりしたもうね本当に腹の中で、ね、冗談じゃねえよと思ってんだよ、やっぱり打者で言っちゃってやだよ、もうあの人の悪口じゃなければうち全然 OK ですから、人の悪口は言わないですいや、これ受けましたよ、分かるでしょ、うん、え、で、こんな時にこれ当たるとか言っちゃうの、そう言ってくださいよ、言わない、今今言えないの、言えない、そのくらいやっぱり状態があまりよろしくない、うんうん、当たった、いやいや、あれだから、うん、もうそれは分かる、予言師みたいなね、いや、そうじゃない、あの、それを読んでるってことだよね、読んでるって自分なりにね、うん、合ってる間違ってる別にして、うん、やっぱり自分なりにそれがある程度の指標にして、うん、でね、一番言いたいのはね、この浮き、うん、浮きに対して自分がどう使われるかで、うん、要するにね、ノギスってさ、浮きに使われるの、聞いてくれるね、違うんだよ、ノギスってさ、はい、スーパーカンナ必要でしょ、はい、物差しも必要でしょ、僕らは、僕らはだからこれも同じなんだけど、要するに釣りやるのにあたって、うん、なんか一つのさ、まあ、なんていうのかな、指標、はい、としてやるんだけど、それをそのこの浮きは例えばパイプだったら結局こうだとか、うん、無垢だったらこうだとかっていうのがあるじゃないよ、うん、それを自分の釣りに当てはめるんだよ、で強引にだから言うこと聞いちゃうの、浮きに自分が合わせる、例えばさ、今この浮き使ってこんなでかい柵つけてさ、別にでかい柵つけてやる人っているわけじゃん、はい、そうです ね、 ね、それでどっぷり入れといて釣るって釣りに向くと思います、いや無理ですよ、でしょ、この浮き、ってことはこの浮きはね、うん、だからこの浮きをチョイスしたということは、だからそういうことを意識して釣りをしてるってことですよ、だからその浮きに対して、はい、例えば僕ほらセット浅板なんかやって、はい、冬なんかさ、はい、2メモリ半とかさ、点々なんかやったって2メモリとかさ、ね、やるじゃない、はい、あれってどういうことかっていうとさ、もう結局後の動きはいらない、もうそこだけ見て浮きに言うこと聞いてるわけじゃないですか、もう触りと、だからその
残り2メモリのとこで差落ちを取って、うん、そこまでの差割りとあとは当たりだけだから、あと問題はその当たりはそこからね、どう、うん、あとは動いてなんていうのそこまで到達するかとかさ、うんうん、ですね、やっぱりね結構あの浮きに言うことを聞いてやるっていうのはあるよね、うん、だからバラケがちょっと悪くなっちゃったらちょっと持ちすぎちゃうとかさ、うん、浮き屋も言うこと聞いてますよ先生も。そうですね浮き屋さん結構ね結構こういうの作ってって皆さん言ってくれるからね、やっぱりみんな違うじゃん釣り。そうだね、釣り方が違うしね、うん、それなりにあとやっぱり餌メーカーも違ったりとか、うん、やっぱりそれによってやっぱ違うし、ね、全員が全員同じ餌使ってんならまた違うのかもしれないけど、だって俺と西田さんも全然違いますよ。ああ餌が西田さんどっちかっていうとねしっかりした餌使うでしょ。そうですね、ピンポン玉です、ピンポンボール、あピンポンじゃねえスーパーボールピンポンそんなでかいのでかくなっちゃう、スーパーボール、あスーパーボールか、そうそう、どうぞどうぞ。何するんですか。ちょっと手水を打って。そういうの教えてくださいよ。急にやられたら見えないから。ちょっとね、はい、餌が詰まってきちゃったんで。あ、目詰まり。うん。あとちょっとミッドと。ベーシック。ほんの少しベーシック。ね、パラパラですね。うん、生風追い足し作戦ですね。じゃあエアー入ってた餌がちょっと詰まっちゃったから、そう生風を出して。もうね、この天候だと、はい、やっぱりすぐ。餌系変化しちゃうんで、そうですね、特にネバの餌はね、ネバ系の餌は、ネバ系の餌はね、さっきより少し柔らかくなったもんね、うん、そんでも硬いですけどねでもあのいわゆるペトって言われる餌ではからほど遠いでしょ、ね、じゃない、はい、もう基本ボソですね。でも本当に食うやつってなんかばらけてない餌の方が食うような気しない、なことない。でも本当だけど年々変わりますよね。年々変わるっていうか同じタッチで常に釣ってるってことは無理ですよ。もちろん釣り場によってもそうだし、その、まあ、時期的なものもそうだし、はいはい、天候なんかもそうだけど、そうですね、じゃあ昨日このブレンドで釣れたからじゃあ明日も釣れるかってなかなかないよね。なかなかそうなんです。俺だって昔小池さんに、まあ、釣りを教わったじゃないですか、うん、で褒められたことあったんですよ、うん、お前最近釣り上手くなったなって急に言うんですよ、うん、どうしてって聞いたら、うん、釣り場が汚れてるって言われました。だそれだけ餌をいじってるって。あ、そういうことね。そのいじったことが成功かどうか分かんないけど、うん、そうやって餌をいじってるってことはもう釣りのこと考えて、うん、浮き見て釣りしてるっていう証拠だから。ただボケっとして打ってるわけじゃないよね。そうそうそう、ただ作った餌をひたすら打ってるんじゃなくて、うん、そういう考えながら。でもこれヘラブナの釣りだけじゃない、こんなのは。そうでしょう。そうでしょう。だって、そうでしょう。だって魚種がさ、例えばマブナでもなんでもまあいろいろあるけどさ、まあそれは付け餌を変えるってことはあるよ、はい、でもさ、もう基本的になんか変えるってことはしないもん ね。ここまでまるで変えるわけですからね。うん、ほんとまずは魚に一番近いところ、餌、ね、で針、針巣、ほんで道糸、浮きってね、魚の近いところからやっぱり気使っていかないと。そうだね、うん、橋本さんがだって今餌がどうなっ、ね、水の中でそのヘラの前に餌来た時どうなってるってイメージがこうできてるわけでしょ今。ある程度ね、うん、これだけど今さっきと違って魚ちょっと少し入ってきてるよね。ありましたね、もうチャンスですよ。したらもうちょっとね餌は柔らかい方向行く可能性はあるね。あ、だから柔らかい方向に行くってことはさ、まあなんつうのかな、バラケが強くなるわけじゃないんだけどね、うん、ただあのかなり、まあ、荒くはバラけてないんだけどこれだって、うんうん、だけど細かくなるっていう感じはなるよね。そうですよね。かつ打掌重くはなるかな、ご連絡いたします。今のは良かったけどまだ合わせらんないな、あれさ。おいしょ、今の意外と馴染んじゃってて、いやでっかいさ、そこぐらい来たやつ、これ入れるよ悪いけど、ね、これ入れるねあの位置から、これドリンクだもんね、うん、ごっくん
でっけえなこれ。でも GC いいですよ。橋本さんのために作ったようなもんなんだ。そんなこと言わないでよ。でもね、結構本当みんな、いや全然いいよ、うん、みんな言ってくれるんですよね。全然いいって。あとかっつけにいいっていうこの間話もあったっすね。俺あんましかっつけやんねえから。あ、かっつけっていうか、これも当たれば多分飲んでなくなっちゃうんだけど、うん、まあ、ちょっと興味ないからダメだな。でもね、あの釣りとしては、あのこの前釣ったあのちょっと肩で受けてて、あれが本来のこの浮きのポテンシャルを目いっぱい出してる。あれ去年だっけ、パイプトップでやってて、ヌーヌーで落とさないした時に、そうこの GG つけたとか、いきなり受けてちゃう、受けてちゃう、受けてちゃうで、うん、あれが連チャンで連チャンで乗っかってくるから、ね、もう本当に楽しい釣りができるんだよね。俺もいいんじゃないの、不思議とね、あの辺で受けるんですよ、うん、二枚合わせのあれなのかわかんない、足の長さとのバランスかもしれないんだけど。教えません、ね、これもいいんだけどな。教えないっすね今。そこは企業秘密。企業秘密？それは企業秘密ですよ。ダメじゃん、企業秘密じゃん。いろいろあるんですよ。いろいろあるんだ。あるんですよ。あ、そう。これやっぱりあれだ、 HX ジャパンの大変なところだね、そこ。でもやっぱり考えされ、本当に考え尽くされてるよな、この浮きっていうか、この辺のあれはな。まあね、あそこで触ってほしいとか、そういうふうな橋本さん言い方するからね、あそこで触るような浮きにしてくれとか、なかなかないですよ、そういう。いや、本当にそうなんだ。みんなさ、当たった時の結果でもの言うんだけど、そうじゃないんだよね、うん、だから組み立てをどうできるかっていうところを橋本さん見てんだろうなと思って。あれやっぱり当たる前のさ、うん、状況っていうのがさ、うん、すごく大事だ。なぜ当たったか、そう、なぜ当たったかっていう、うん、当たれって念じたからじゃないと、うん、だから今こうなってるから当たる可能性が今あったっていうさ、うん、それがやっぱり分かるっていうのね、あれがいい。マイク釣らないでください。釣らないよ、大丈夫だ。本当汚いね、俺指ね。やらないで、後でもう一回取り直しますから。雪だるまになった指。いや、雪だるまにはなってないでしょ。こんなでっかい指が。これもちょっと長いね。ね、いい感じ。ああ、でもこっからが入っちゃったか。これあとでもう一つ言いたいのはね、間髪入れずに当たんなきゃダメなの。あ、そうですね、あのね、触って、触って、うん、触って動いてる時に合わせんじゃなくて、はい、一回静かになるんだけど、その瞬間に次の段階でも数秒で当たらなきゃダメなの。なんでですかね。魚が一回離れるんですかね。触りってだってヘラブナが舐めてるわけじゃないじゃないですか。まあもちろん。その餌の周りをこうホバリングして水流の変化が起きてるわけです、ね。もしかしたらまあヘラがポッ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 ポってこう吸うというよりも吐くこともしてるんじゃないかなとも思うし。近くで近くでこう吸ったり吐いたりをしてて、その中でこう水流が起きてるんですよね。だからそれをやってる最中に当たってくれた方が吸い込みやすいってことですよね。そうだね。一回魚離れちゃうと。あとはもう泥棒じゃないですけど、遠いとこからダーンってくるやつが、ひったくるみたいなのになっちゃうね。これ初めて、これ出手直しなんですよ、はい、今ね、はい、今までやってた時の、はい、さっきは微調整ですね。微調整、はい、今度のは手直しで、今度手直し、今度は入れましたね。まあ入れますよ。で今度は、はい、ここね、今度最初に入れたグル団子、はい、こいつをね入れるんですよ、はい。で、もともとベーシックとグルダンが2対1で入ったでしょ、はい、これをもうちょっと足してあげるんですね。今1は入ってなかったと思う。こんな感じなんですよ。あんま細かいこと言わないの。まあね。でね、小池さんみたいにこう水こうすくったりはしないの。いや、すみますよ。 あれは寒い時ね。ああ、触りたくない。 お手手が冷たいじゃん、うん、で、こうやってミッドもちょっと入れてやる。あ、じゃあ最初のブレンドを、うん、まあちょっと後から生で作ったり。そう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 。で、ここにあるコーヒー牛乳は何ですか。どれ。それは飲み物です。ああ、本当のコーヒー牛乳だ。飲み物だ。俺コーヒー牛乳大好きだ。俺コーヒー嫌いなんですよ。ワンカップかと思った。ワンカップはさっき飲んだけど。余計なこと言わせんじゃない。で、いきなりガバッと柔らかくしちゃうとか、そういう釣りするともう、はい、多分浮き動かなくなっちゃうんですよ。
でも作りたてじゃだってまたあれなんじゃないの。何がこれ、もともとほらあのネバが入ってたものが元屋さんになってるから、うん、はい、上から足してってるわけだから、もう確信はできてますよ、うん、確信はできてますって、あの格納芯はできてます、はいはい、あの餌の名前じゃないって言いました。で、なんでお前そんな強く言うんだって。いや今のところちょっと突っ込みすぎたなと思って。いやいや、さちょっと今時間かかっちゃったから持ってなかったかな、時間かかっちゃったから。いや持ってます今。持ってました、うん、あれで持ってる。それをだけどこれ動画見てくれてる人分かるかな、今ので持ってましたって。それだけ軽い餌ってことだよね。軽いですね、エアーの噛んだ。いやでもさっきよりはエアー噛んでないです。そうですね、先ほど、うん、あの打ち始めの時が一番エアー噛んでたかな。よいしょ、今のでしょ、受けてて。そうなんで、今の早く出ろよと怒んじゃないさあ今すげえ当たりしたもん、隣からも。えい、はいはい。いやもうあのね、橋本さんのこう餌をずっと動かしてるっていうのがね、まあ、見ててね、うん、逆に俺ここまでやらねえなっていうぐらい、うん、やっぱり常に考えてるんだなっていうことがあの、ね、よく分かりました。やっぱりあの重くなっちゃった場合にはこうなっちゃうとか、はい、うん、軽くしたきゃこうするとかっていうのは確かに ね、うん、ありますよね、うん、そういった意味でもやっとこのグラスムクが使えるっていうことなんですね。そうですね、はい、うん、やっぱりまあセット用なんであれですけど、いや団子でも使える、まあ、橋本さんは団子でも使ってますっていう動画でした。はい。まあでも橋本さんまた今度。どうもすいません。近くあの、はい、赤羽でも飲み行きましょう。はい。よろしくお願いします。本当どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございました。まあ、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたね。橋本さんもほら。もうちょっと。お手上げだ。お手上げだ。